北朝鮮、コロナワクチンを狙いサイバー攻撃。ロイター通信によりますと、北朝鮮がここ数週間の間、イギリスのアストラゼネカが開発中の新型コロナウイルスのワクチンを標的にサイバー攻撃を行っていることが明らかになりました。こちら、手口としてはまたしても、SNS のリンクトインやワッツアップが悪用され、 採用担当者を装い、偽の求人情報で社員に接触し、ウイルスを送りつけ、システムに不正侵入しようとしている模様です。このアストラゼネカ、ワクチンを、新型コロナウイルスのワクチンを開発しておりますが、遺伝子技術を使ったものであり、北朝鮮にはワクチンの技術を盗み出しても、 製造できないんじゃないかと思われますが、こういったワクチンの技術を北朝鮮が販売しようと企んでいる可能性もございます。また、こういったワクチンに関するサイバー攻撃やスパイ活動が北朝鮮だけではなく、中国やロシアによっても活発に行われているものと見られておりますので、 日本政府にはこういったサイバー攻撃の手口を企業の皆様や大学などの研究機関の皆様に周知徹底していただきまたスパイ活動については取締りを強化するなど日本の製薬会社や大学などの研究機関が被害に遭うことがないように対策を講じていただくよう お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。